懺悔の用意はできているか。え、それ兄様、うろたえるな、モクマ。見よ、あれが奴の自我を増幅させ、我らの力を。こんな力がこの俺に通じると思ったか。邪魔をするならお前もカードにする。ほう、俺とデュエル、面白い。俺にデュエルを挑んだことを後悔させてやろう。俺たちのデュエルをするぞ。全ての力をかけこの俺に挑め。俺のターン、ドロー。手札より融合のカードを発動。さらに手札から永続魔法悲嘆の砲殺を発動させる。俺はこれでターンエンドだ。俺のターン。俺は手札からサイファーウィングを召喚。俺の場にサイファーウィングが存在するとき、手札から同じサイファーウィングを特殊召喚できる。さらに俺は手札から永続魔法ダブルエクスポージャーを使う。自分の場にいるレベル6以下の同盟モンスター2体のレベルを2倍にする。俺はレベル8のサイファーウィング2体でオーバーレイ。闇に輝く銀河よ、復讐の騎士に宿りて我がしもべとなれ。エクシーズ召喚降臨せよ。ランク8ギャラクシーエンドサイファードラゴン。俺はギャラクシーアイズサイファードラゴンのオーバーレイユニットを一つ使い、モンスター効果発動サイファープロジェクション。1ターンに1度エンドフェイズまで相手の場のモンスター1体の効果を無効にして、そのコントロールを得る。リバースカードオープン。俺はカードを2枚伏せてターンエンド。俺のターン、ドロー。さらにマジックカード発動、マジックサンクチュアリ。このカードは互いにデッキからマジックカードを1枚手札に加える。さらに永続魔法の効果として相手のターンでもマジックカードが使用可能となる。さあ貴様も好きなカードを引くがいい。さらにマジックカード命削りの砲殺を発動。このカードは手札を5枚になるようにドローする。5ターン後全ての手札を墓地に置く。破滅をトリプルバーストストリー。リバースカードオープン、ダブルサイファー。俺はギャラクシーアイズサイファードラゴンに残るオーバーレイユニットを全て使い、エクストラデッキから召喚条件を無視してギャラクシーアイズサイファードラゴンを特殊召喚する。闇に輝く銀河、復讐の騎士に宿れて我がしもべとなれ。エクシーズ召喚降臨せよ。ランク8ギャラクシーアイズサイファードラゴン。さあヤツを焼き尽くせ、滅びのバーンスバリー。継続トラップ発動サイファーシールド。
俺の場にサイファーモンスターが2体以上存在するとき、サイファーモンスターはバトルで破壊されない。永続魔法悲嘆の豊殺。自分のバトルフェーズ、戦闘をした自分のモンスターが相手モンスターを破壊できなかったとき、デッキからカードを1枚手札に加えることができる。マジックカード死者蘇生発動。蘇生させるモンスターはもちろん、ブルーアイズホワイトドラゴン。リバースカードを1枚伏せ、ターン終了。俺のターン。そして俺は手札から永続魔法サイファーインターフィアとサイファーディフュージョンを発動。サイファーディフュージョンは自分の場の攻撃力3000以上のサイファーモンスターの攻撃力をゼロにする代わりに、別のサイファーモンスターに3回攻撃の権利を与える。俺は2体目のサイファードラゴンの攻撃力をゼロにし、1体目のサイファードラゴンでダイレクトアタックする。懺悔の用意はできているか。行け、バトルだ。ギャラクシーアイズサイファードラゴン、3人のオベリスクホースを攻撃。殲滅のサイファーストレーム。ポンコツにしては上出来だ。リバースマジックオープン。収縮。確かに貴様の読み通り、収縮は場のモンスター1体の攻撃力を半分にするマジックカード。永続魔法サイファーインターフィアは、場に2体以上同盟サイファーモンスターが存在するとき、そのうちの1体の攻撃力をバトル中2倍にする。継続トラップ発動。サイファーシールド。俺の場にサイファーモンスターが2体以上存在するとき、サイファーモンスターはバトルで破壊されない。俺はカードを1枚伏せて、ターンエンズ。俺のターン。ドロー。手札からマジックカード魂の解放を発動。互いの墓地から5枚までカードを選択し、ゲームから除外する。俺は墓地より。さらに手札から次元融合を発動。2000ポイントライフを払うことにより、互いに除外されたモンスターを場に特殊召喚する。マジックカードエネミーコントローラー発動。このカードはライフを1000ポイント払い、コマンドを入力することで相手フィールド上のモンスターを1体操作することができる。左、右、A、B。 サメックをトリプルバーストストリー。速攻魔法ランクアップマジックサイファーショック。自分フィールドに存在するサイファーエクシーズモンスターが破壊される場合、その破壊を無効にし、このターンの全てのモンスターの効果を無効にする。サイファーショックの効果でバトルフェーズを終了させ、ランク8のギャラクシーアイズサイファードラゴンを素材に、ランクが1つ上のサイファーモンスターをエクシーズ召喚する。闇に輝く銀河よ、とことに変わらぬ光放ち、未来を照らす道しるべとなれ。ランクアップエクシーズチェンジ。アロレドランク9、ネオギャラクシーアイズサイファードラゴン。永続魔法悲嘆の豊殺。自分のバトルフェーズ、戦闘をした自分のモンスターが相手モンスターを破壊できなかったとき、デッキからカードを1枚手札に加えることができる。リバースカードを1枚伏せ、ターン終了。俺のターン。俺はネオギャラクシーアイズサイファードラゴンのオーバーレイユニットを全て使い、モンスター効果発動。
サイファースーパープロジェクション。ならばカウンターで魔法カードを発動。伏せていたカードは催眠術。このカードは貴様のモンスターの攻撃力を800ポイント減らすことができる。俺はカードを1枚捨てた。ターンエンド。お前たちのデュエルはすでに見切っている。だからお前は絶対に俺には勝てない。この俺を倒すだと。ならばその仲間と共に消え去るがいい。俺のターン。手札から魔法再生を発動。手札のマジックカード2枚を墓地に送り、自分の墓地からマジックカード1枚を手札に加える。俺は手札よりマジックカード発動。手札とフィールドの3体のブルーアイズを融合させ、いでよ我が最強のしもべ、ブルーアイズアルティメットドラゴン。リバースカードオープン。これはサイファードラゴンを対象にトラップカードサイファーディターレントを発動。これによりこのターンサイファードラゴンは破壊されず、バトルを行ったエンドフェーズに攻撃力が2倍になる。これはこれでターンエンドだ。俺のターン。俺はカードを1枚伏せてターンエンド。俺のターン。ドロー。手札から強欲な壺発動。その効果デッキから2枚ドローする。さらに装備魔法巨大化により攻撃力を2倍にする。アルティメットバースト。速攻魔法リバーサルアタック。ギャラクシーアイズサイファードラゴンとクリアウィングシンクロドラゴンの攻撃力を入れ替える。したがってネオギャラクシーアイズの攻撃力は2倍。いけネオギャラクシーアイズ、戦慄のサイファーストリーム。無駄だ。魔法吸収発動。貴様のモンスターの攻撃力上がった瞬間、そのポイントを吸収し俺のモンスターの攻撃力をアップさせる。ダメージを無効にし、その数値分俺のモンスターの攻撃力をアップする。所詮我が記憶の道化に過ぎるか。消え失せろハイパーアルティメットバーン。